リモートニュースの時間です。新年のお参りに行ってきました。新年初出勤の日、柳川天神社にて新年のお参りに行ってきました。おそらく社員一同、今年はコロナの影響がなく仕事ができるようにと願ったことでしょう。一方、この原稿を書いている映像系は、仕事のことより気になるあの子と一緒になれますようにと願っていたようです。以上、リモートニュースの時間でした。